はようございます。おはようございます。おはようございます。はい、もうかさん、おはようございます。まいちゃん、おはようございます。おはようございます。5月20日の月曜日朝の電動放送です。太陽さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今日は少し寒かったんですけど、今日が照ってきて暑くなってきました。ゆうちゃん、あ、ゆうさん、おはようございます。ハレリア、はい、節子さん、ハレリア、おはようございます。節子さん、おはようございます。実はですね、実は今日は天国から放送です。天国に行ったわけじゃないんですけど、今日はアイスティーさん、おはようございます。みーちゃん、晴れましたね。今日は天国から放送です。では皆さん、ちょっとですね、天国の様子をちょっとお見せしますので、ちょっと見てくださいね。それでは、天国お見せしましょう。はい、メロディーさん、トーコさん、タケルさん、はい、天国です。どうでしょうか。天国でしょいくらですか。天国のようなとこではないでしょうか。またちょっとあれですね、 YouTube ダメになっちゃいましたね。はい、 YouTube 難しいですね。電波が不安定。そうですか。ちょっと電波がやっぱり弱いところなのかもしれませんね。すいません、ちょっと電波が弱くて。はい、そうですね、もうちょっと場所を変えてみましょうね。もし場所を変えたらですね、ちょっと良くなるかもしれません。そうですね、ちょっと場所移動しましょうね。こういう本当にバラバラというバラバラというところですね。電波がちょっと弱くて、みんな落ちちゃってますかね。ごめんなさい、ちょっとなんか電波がやっぱり弱くてですね、うまくいかないですね。すいません、電波が弱すぎるようですね。強いところに、ちょっと電波の強いところを探します。ちょっとお待ちくださいね。電波強いところがあるかどうか。はい、暑いですね。暑いです。ちょっと日陰を探さなきゃいけない。電波が強くて日陰のところ、あの辺いいかもしれませんね。ここ日陰ですね。はい、ちょっと電波はやっぱり弱いかな、ここも。ちょっと電波弱いですが、まあ日陰だということで。はい、電波大丈夫です。声も聞こえてます。画像は少しカクカクしてますが気にならない。あ、そうですか。納豆さん、おはようございます。くるくる移動してきました。そうですか。はい、こちらだったらなんとかかろうじて
かろうじてできるかもしれませんね。はい、こういうところですね。皆さん天国です、天国ですね。あ、 YouTube やっぱりダメですね。 YouTube はいつもダメですね。どういうわけかね。はい、YouTube がうまくいきません。もうかさん、バラがたくさん咲いていて綺麗ですね。コメントがですね、なかなか見えなくて。はい、それではですね、何を話しましょうか。少し暑くなってきましたね。ここは電波がいいみたいですね。ここは若干電波がいいですね。はい、それではですね、メッセージいきましょうね。メッセージ、そうですね、私たちはですね、いろんなそのなんていうでしょうかね、いろんな選択を迫られますね。いろんな選択を迫られます。私たちはそのどっちがいいのか、どっちが御心か、クリスチャンでも悩みます。まあ、多くの場合はですね、御言葉で、御言葉にイエス様の教えに従って判断することが大事です。私たちは往々にして自分の都合とか損得で物事を選びます。好きだとか嫌いだとか、ちょっとこう、まあ、なんて言うんでしょうかね、自分にとってまあ、苦手とかそういうですね、判断で。あ、いい匂いですね。バラはね、匂いがいいですね。バラは匂いがとてもいいですが、自分にとって都合がいいとか都合が悪いとか、損得で考えたり、そういうことで私たちは物事を判断したりしますけど、そうではなくて、あ、電波また切れちゃいましたか。私たちはその、イエス様の教えに沿って物事を、判断する訓練が必要です。そして、WWJD っていう言葉があります。それは皆さんに時々教えする言葉ですが、WWJD っていう、まあ、イニシャルですけど、それは What would Jesus do? What would Jesus do? という、そういう言葉です。それは日本語に、訳すとですね、イエス様ならどうするか、イエス様ならどうするかという言葉ですね。イエス様ならばどうするか、それか What would Jesus do? What would Jesus do? です。私たちはイエス様の教えの中でどっちが教えに近いのか、イエス様の教えだったらどっちがいいのかを考えます。なかなか難しいですね。ちょっと電波のいいとこがなかなか見つからない。そうです、 WWJD ですね。 WWJD What would Jesus do? What would Jesus do? これはイエス様だったらどっちを選ぶのか、イエス様だったらどうするのかという意味ですが、私たちは御心を行います。神様の御心をですね、私たちは求めてそれを実行するわけです。それはもう一つの今日のタイトルですが、それは
愛のある方を選ぼう、愛のある方を選ぼう、つまり私たちはですね、そのどっちが愛があるか、ね、どっちに電波があるかどっちに電波があるか、どっちに愛があるか、どっちに愛があるか、私たちはその、愛のある方を選ぶ、ね、愛のある方を選ぶ、私たちは、そういうですね、愛がある方を選ぶ訓練が必要ではないでしょうか。ここも電波ダメ、ちょっと電波の強いとこ探してますけど、なかなか、電波の強いとこが、綺麗ですね。ちょっと曇ってきたんで逆にお見せしやすいかもしれないね。こう一つ一つ、バラに名前があって、そのバラの名前があるんですが、ちょっと覚えきれないですね。ここは電波どうでしょうか。やっぱりダメですね。ちょっとあちこち電波が、やっぱり電波が弱い。ちょっと電波が弱いですね。困りましたね。はい、くるくる。やはりですね、電波が非常に難しいですね。まあ、ここはやはり森の中ということもあって、森の中というのはやはり電波が難しいんですね。そういうわけで申し訳ないですね。どこが電波が強いかちょっとわからないんですが、電波が強いところ探しています。あまりどこも変わらない感じですね。ぜひ皆さん、今皆さんがもし悩みがあるならば、皆さんがもし、誰かとトラブルがあるならば、どうぞ愛を示すことですね、愛を示す 方を選んでほしいと思います。またそれを作り出すということも言えるでしょう。全然普通だったら思いつかないことをですね、お祈りしていると聖霊様が、こうするといいよ、こうすると愛することになるよとですね、教えてくれます。ですから、ぜひ皆さん、聖霊様の導きの中で愛がある方を選んでほしいと思います。聖霊様が愛がある方を教えてくれます。こうすると愛することになるよ、こうするともっと相手が喜ぶよ、こうすると和解ができるよ、こうすると良い方向に行くよ、全ての人が愛されるべきです。悪い人も苦手な人も、全ての人が愛されるべきです。そういう意味では皆さん、私たちはエコひいきをしてはいけません。エコひいきをしないで敵を愛せよとイエス様おっしゃいました。敵を愛するということは自分の苦手な人を愛する、自分の苦手な人を愛するということではないでしょうか。そして昨日の礼拝のメッセージでも言いました、私たちはそういう、これ変わったバラですね、こういうバラもあります。こういうバラもあります、
私たちはですね、そのなかなか愛しにくい、なかなか愛したくない、そういう時ですね。そういう時こそチャレンジで、そういう時こそですね、私たちは、愛のある方を選ぶ必要があります。だいぶ電波がちょっと悪いわけですかね。ごめんなさい。電波がなかなか良くなりません。申し訳ない。どこが一番いいんでしょうか。正確にね、その電波が強いところが分かるような測定器があれば、まあ一番いいんですが、なかなかそういう測定器、ニコニコ止まったまま、そうなんですよ。ちょっとニコニコですね、うまくいきません。やっぱり電波が弱すぎますね。すごく綺麗なとこですね。はい、本当に、綺麗なとこですね。ここは毎回来たいと思いますが、電波が悪かったらちょっとね、ちょっと毎回来ると言っても、電波が良くなければちょっとですね。それではちょっと早いですけど、証タイム行きましょう。証タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、今までと違って、愛のある方を選ぶようになった証。いろんな出来事の中でどっちが愛があるか、どっちが愛があるか、愛がある方を選ぶようになった証。スタート。愛がある方を選ぶようになった証スタート。アイポンさん、おはようございます。小エリちゃん、おはようございます。はい、佐野さん、おはようございます。伊佐さん、はい、なかなか、電波がもうある意味ではどこも電波強いところなさそうな感じですね。どこも電波なさそうなので、まあ、このままでやるしかないんですが、ニコ生が切れたりついたり消えたりついたりしております。まあ、少しでも皆さん、天国気分を味わったのではないでしょうか。天国気分を、味わったと思います。はい、証ないでしょうか。証はないでしょうか。それではですね、どうしましょうかね。証が、みーちゃん、人に接するとき相手のことを考えるようになった。人に接するとき相手のことを考えるようになった。素晴らしいですね。それは素晴らしいと思います。それは素晴らしいと思いますね。どうしましょうかね。
まあ、どこはね電波が強いかどうかちょっと分かんないんですけど、ここのここあたりが一番なんか強そうな感じです。はい、怒ってませんよ。怒ってる、眩しいのでね、眩しいので目を細めてるので怒ってるわけではありません。それではですね、ファイナルメッセージ、もうちょっと早すぎますね、ちょっと早いですけど、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね、皆さん、ここは綺麗なあのバラの庭園です。多くの人は結局はですね、その天国を求めているのではないでしょうか。綺麗な、花園、綺麗な花畑、綺麗な場所、多くの人は結局はですね、天国を、天国志向なのではないでしょうか。今日はプチプチ、ごめんなさい、本当にプチプチで申し訳ありません。多くの人はですね、多くの人は天国に、潜在的に、潜在的に天国を待ち望んでいるのではないでしょうか。プチプチで聞こえないでしょうかね。はい。プチプチで聞こえない。今は電波いい、電波がいい時と悪い時があるのかもしれませんね。電波状態がいい時と悪い時とちょっと変化があるようですね。それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、私たちは、昨日も言いました、神の国を大地に求める。私たちは、大工であり建築家です。私たちは神の国を作ります。それは、人間関係が、愛のある人間関係を作ると言ってもいいでしょう。皆さん、私たちはそういう、愛の人間関係を作る大工なんですね。世の中は人間関係を壊すのがこの世です。あ、これ綺麗ですね。白が虫がいる。この世はですね、人間関係を壊す社会です。相手を傷つけ、相手を傷つけ争い、人間関係を壊す社会です。しかし私たちは、イエス様と出会って悔い改めました。今まで、人間関係を大事にしなかった。今まで人を平気で傷つけてきた。今まで愛することをしてなかった。それを悔い改めて、私たちは今度は人間関係を作る大工になりました。皆さん、私たちは、状態が悪化してます。なかなか難しいね。なかなか難しい。人間関係を作る大工になりました。ぜひ皆さん、私たちは、人間関係を、作ることを専念しましょう。分かりやすく言えば、自分と相手とどっちが大事か、自分と相手がどっちが大事か、またお金と人とどっちが大事か、お金と人とどっちが大事か、価
値観の問題とも言えるでしょう。多くの人は自分が大事で、またお金が大事で、自分に人よりも自分を取る、または人よりもお金を取る、人よりもお金を取る、人よりも自分を取る、そういう価値観ではないでしょうか。それがこの世の価値観です。ちょっとあれですね、今放送できてるかどうかちょっと分かりませんが、まあ、放送ができてたらと願いますけど、はい、皆さん、私たちの価値観を変えて、私たちの価値観を変えて、ちょっと暑いですね。いや、本当暑くなってきました。もうですね、センスがありまして、本当暑くなってきましたね。モークさん、やっと聞こえました。イエス様ならどうするかを考えながら行動するようになりました。アメン。あ、今までちょっと聞こえなかったかもしれませんね。やっと聞こえるようになりました。坂田さん、昨日はギャンブルに行ってしまいました。もうギャンブルやめましょう。坂田さん、それはやっぱり、お金を選んじゃってることになります。お金を選ばないで、愛を選びましょう。お金を選ばないで愛を選ぶ、それが大事なポイントです。私たちは愛のある方を選ぶのです。愛がある方を選ぶのです。多くの人はギャンブルで負けて焼酒を飲んで、さらに、悪いことをしてしまいます。お金を愛することはあらゆる悪の根、お金を愛することはあらゆる悪の根と書かれています。洗礼を受けるには何年かかりますか？イエス様を信じたならばすぐ受けられますよ。イエス様を信じた人は受けれますから、どうぞ問い合わせください。教会によっては時間がかかりますが、カリスマ派は比較的早く洗礼が受けれます。はい、それではですね、電波が良、まあ、かったり悪かったりしてますが、まあ、かろうじてなんとかできましたね。皆さん、もう一度復習します。世の中は人間関係を壊す方向にあります。そして、愛する人とは、ね、愛する人には愛するという、まあ、なんて言うんでしょうかね、自己愛的な愛し方をします。自己愛的な愛し方だから、愛さなくなったらポイって捨ててしまいます。それは本当の愛ではありません。状況によって愛するか愛さないか、状況によって愛するか愛さないかというのは、それは本当の愛ではありません。どんな状況でも相手を愛する、難しいです。それはイエス様の気持ちを考えるということによって分かります。イエス様、さっき WWJD ってなりましたね。それは What would Jesus do ですけど、イエス様は全ての人を愛しているので、イエス様だったら愛する方を選びます。ですから、そういう意味では、WWJD はイエス様の気持ちを考える、イエス様の気持ちはどんな人も愛しているという、どんな人でも大きな愛で愛しているということを考えるならば、私たちもそのイエス様と同じような在り方をするべきではないでしょうか。ジゼロンさん、なぜ多くの日本人は自分だけを愛し隣国を攻撃するんでしょうか。いや、それは日本人だけではありません。
日本人だけではありません。全ての人間が、全ての人間が、自己愛なんですね。全ての人間が自己愛。その中で私たちは、私たちはですね、おはようございます、私たちは、きょうちゃんですかね、おはようございます。私たちはその自己愛ではなく神の愛で生きるようになったのです。難しいです。チャレンジです。しかし十分に素晴らしいことです。ですから最初は難しいです。最初はなかなかですね、無理無理という感じです。でも皆さん諦めないでください。本当に正しいことを追い求めましょう。少しでも、こういう時はこうした方がいいんじゃないか、こういう時はこういう方が愛があるんじゃないか、こういう言葉が愛があるんじゃないか、こういう行いに愛があるんじゃないか、こういう考え方に愛があるんじゃないか。皆さん、すべてのことを愛のトッピング、愛によってすべてのことをこう変えていくんですね。すべてのことを愛のあり方に変えていく。モーコさん、忍耐強くも学びました。アメン。坂田さん、人は裏切るけどお金は裏切らない。いや、坂田さん、お金はですね、裏切ります。お金は裏切ります。イエス様が裏切りません。お金は裏切ります。坂田さん、勘違いしてます。本当に裏切らないのはイエス様だけですね。本当に裏切らないのはイエス様だけです。アラバマ州の中絶禁止法に一斉非難が起きている。まあ、これはクリスチャンの考え方ですね。私はプロライフですから、このアラバマ州と同じ考え方です。つまりレイプされても、それからどんな状況でも、どんな状況でも中絶を禁止する。なぜならば、考えてください。赤ちゃんにその状況関係ないでしょ。それがレイプされようとね、禁止相関であろうと、その赤ちゃんにとっては生きてるということだけであって、赤ちゃんにとって、ね、レイプされたから殺されていいなんておかしいと思いませんか。それは人間の状況ですよね。人間の状況でも、命っていうのはね、その他人の状況とは関係ないんです。命っていうのはその人にとっては命なんです。だからレイプされた赤ちゃんも一人の人間です。一人の人間はレイプされたからいない方がいいとか死んだ方がいいとか、それおかしいでしょ、どう考えてもね。ですから、そもそも命とは何だろうか、愛とは何だろうか、私たち深く考えると、アラバマ州の中絶禁止法になっていくのです。クリスチャンの考え方、クリスチャンの考え方はこのアラバマ州の、中絶禁止法に一致するのです。皆さんもぜひその理由を知ってください。ちょっと今日の愛の話とちょっと似てますよね。私たちは、ね、誰かが中絶するときに、ね、関係ない女性ですよ、関係ない赤ちゃんかもしれません。でも殺さないでください、殺さないでください、全然関係ない赤ちゃんですよ。でも私たちはその赤ちゃんを愛さなきゃいけないんです。他人であっても、ね、レイプされた子供でも私たちは愛さなきゃいけないんです。それが愛なんです。それが愛なんです。皆さん、理解してください。愛というのは、レイプされた子供を愛さなくていいということではないんです。禁止相関の子だから愛さなくていいということではないんです。不倫したから不倫の子だから愛さなくていいということではないんです。どんな命も大事なんです。どんな命も大事なんです。モーカさん、その通りだと思います。命を大事にしてほしいです。坂田さん、高尚な人間より家畜のように欲を求めて生きる方が楽だと思ってしまいます。いや、坂田さん、楽ですよ、その方が。その方が楽ですよ。だけど
後が大変です。一時的に楽でも後が大変です。そうでしょ皆さん。無駄遣いしたらその時はいいですよ。無駄遣いのが楽じゃないですか。でも後が大変ですよ。あと借金が残りますからね。はい、それではマヌキをしましょう。はい、今日の放送を聞いて、あ、もうちょっとバラをお見せしましょうね。ちょっとバラを、バラ、どこのバラがいいかな。どこのバラがいいでしょう。真っ赤なバラ、いいですね。真っ赤なバラ、真っ赤なバラ、ね、情熱のバラですね。あ、ニコ生が切れちゃいましたね。はい、それではですね、戻りましょう。今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて、本当に大事なことは何なのか。お金ではない、自分ではない、本当に大事なのは神の愛の、神の愛で愛し合う社会、神の愛で人を愛すること、神の愛で、神の愛で人々を幸せにすること、神の愛で神の国を作ること、それが大事です。それが大事だということが分かった。これからはそういうふうに神の愛で生きていこう、神の愛で生きていこう、そのように決心する人、アメン。これからは自己愛ではなく、お金ではなく欲ではなく、神の愛で生きていくことが大事なんだ。全ての選択が愛の方、愛のある方を選ぼう。言葉、行い、すべてのことが愛のある方を選ぼうと決心する人、アメン。愛のある方を選ぶ人、アメン。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 愛のある方を選ぼう。そう思う人、アメン。天の父様、感謝します。どうぞ、アメンと言った方々が、人間として一番大事なこと、人間として一番大事なことを悟りますように。何が大事か、何が大事か、本当に大事なことを理解し、それを実行していくことができますように。今日の決心を強くしてください。